山岡でしょうチャンネルの白鳥です。今日はですね9月、24かな、はい、日曜日です。でも時間がもう今12時ちょっと前ぐらい今日もねスタートが、まあ、近場だったんで遅かったんですけど、ですね今水沢山に登ってます。はい、で前回の直近上げた動画でもですね水沢山に登っていたかなと思うんですけど、で今日はね本当はあの赤城山に久々にね登ろうかなって思ってたんですよね。で今日ねすっごい天気良くて青空がめちゃくちゃ綺麗です。で赤城山に行こうと思って車走らせていたら、あの今日ねもうすっかり忘れてて、これもですねあの僕がチャンネル登録させてもらってるあの福島運転さんのチャンネルでですね今日は赤城山のヒルクライムがあるんで、まあ、あの交通規制とかかかるから注意してくださいってあの案内が出てたんですけども、それ見たのに、ね、全然忘れてて、で途中で看板見て気づいたって。で、7時から11時半まで、はい、交通規制がかかってて、山頂の方にはあの前橋の方からは登れないみたいで、なので急遽ですねじゃあ、まあ、近場の春名山で、この間、まあ、水沢山、まあ、結局山頂まで行けなかったんで、今日はねそれを山頂まで行きたいというふうに思ってます。で前回と同じ工程だとですね妻がやっぱりあそこ怖くて多分行けないと思うんで、今日はね反対側から攻めてます。はい、でこちら側からだったら意外ともうすでに標高が高い場所からスタートしてるんで、前回登った登山口よりも楽に、しかもああいう怖いところ崖っぽいところがなくてですね登れたかなってちょっと僕の薄い記憶の中ではあったんで、今こちらを今攻めてます。はい、だから今日ね本当にあの天気良くて霞が少ないんで、すごい山頂からの展望がすごく楽しみです。多分関東平野ね一望できるんじゃないかな、もしかしたら富士山とかあとスカイツリーとかもねおそらく見えるんじゃないかなと期待しております。はい、じゃあ頑張って登っていきます。おっ言わんけわからんもん、カサッとすんね。Thank you.
ずっとあのゴジラのだけ背中怖いゴジラの背中行きようこだ感じかな。怖い言うと怖くなってあらー、ここは大丈夫やろうかね。さっきんとこよりはマシやろ。さっきんとこよりはマシ。ちょっと怖いとばってんがさっきよりはマシ。怖っ。Thank you.
3時30分ですね。下山しました。登ったかどうか分からんけど、登った標高も 100m ないぐらいだから 200m 未満、歩いた距離も 2km ないぐらい、本当にゆるっと、ゆるっと登山でした。でもちょっとね、少し軽く汗かくぐらいで、すごくいい森林浴って感じでしたね。でもお腹がペコペコなんで、ちょっと場所見つけてお昼にしたいと思います。どのくらい頑張ったかな、近い。カレー飯。シーフードの旨味が凝縮されてる。とても美味しい。普通なしちょうどよくなかったね。暑かけた。綺麗やな。綺麗ではない。見えんもんね。うん、チタンマグカップ。大きさ違いやったらね。積み重ねられると。いきます。
ってないで。撮ってるよ。近い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 。団子。うん。はい、じゃあ。